おはようございます。小淵沢オリーブクワイアのディレクターをしております内藤純です。今日は小淵沢オリーブ教会の礼拝の特別賛美をお捧げするということで森の中に来てみました。これバーチャル背景じゃないんです。リアル背景なんです。私の家から歩いて5分のところにある森の中に来てみました。今日はいつもクワイアのサポートをしてくれている素晴らしいピアニスト、三宮すみれ姉妹と一緒に詩編143編から取られた曲をお捧げしたいと思います。私もそうですが、皆さんも今まで体験したことのないような状況に向き合っておられると思います。そして自分の心の中から出てくるいろいろな思いにも向き合っておられることと思います。そのような中にあっても、いつも主の声を聞き、主の恵みをいただき、そして主よ、あなたの道はどこにありますかとお尋ねしながら進んでいきたいと願います。そしてその主の恵みは、私たちが躍起になってつかみ取りに行かなくても、私の命の日の限り、慈しみと恵みとは私を追ってくるでしょうと、そのようにダビデは言いましたけれど、主の恵みはいつも私たちのすぐ近くにあることを忘れないで、その恵みの中にとどまり、平安をいただきながら、一日のことに当たっていきたいと、そのように願います。こんにちは。ピアノの三宮すみれです。いかがお過ごしですか？私は東京に住んでいるので、ずっと引きこもっていますけれども、こうして東京にいながら小淵沢と賛美でつながれるこの機会に感謝しています。普段はゴスペルピアニストとしていろいろなところのゴスペルクワイアの指導をしたり、奏楽をしたり、クリスチャンアーティストのサポートなどをしているものです。今日は制作に関わった CD の紹介をさせていただきます。1つ目、キッズゴスペルの CD です。ポップンゴスペルというキッズゴスペルの CD、 8曲入りで1500円になっています。2つ目はこちら、久澤美奈子ちゃんという方の新しいアルバム、あなたがいるならという CD のピアノとアレンジャーとして参加しています。どちらもこの久津葉美奈子さんのホームページから買うことができます。この、在宅で家にいるシーズンにどうぞ、ゆっくりと聞いていただきたいな、楽しい気持ちになるキッズ CD と本当に癒される、賛美の CD です。どうぞもしよければお手に取っていただければ嬉しいです。ではこれから純ちゃんと共に賛美をします。一緒に賛美をして聞いてください。聞かせてくれ。
思う。